ポール・ケリー、ポール・ケリー、ポール・ケリー、1876年から1936年はアメリカ合衆国のイタリア系ギャング。本名はパオロ・アントニオ・バッカレリ。ニューヨーク生まれ。親はイタリア南部、バジリカータ州ポテンツァの移民。職を転々とし、鳩場の2役人婦もやった。1896年バンタム級、プロボクサーになり。 数々の検証試合に出場した。成績は浮き沈みがあったが、テクニカルで娯楽性に富むボクサーとして有名になった。1901年7月、ボクサーとしては最後の試合でキッとグリフホと戦った。ボクサーを辞めた後、マンハッタンのローアー・イースト・サイドでストリート・ギャングになった。1901年、マルベリー・ストリートにポール・ケリー協会。 ポール・ケリーやア,アソシエーションを設立し、活動の拠点とし、賭博と売春を手掛け、政治組織、タマニーホールの汚職政治家ティモシー、サリバンの汚れ役仕事を受け負い、不正投票や、性的の妨害工作を行った。武闘団や、ポン引、き、ボクサー崩れを必要に応じて派遣した。商店やレストランに用人膨大を要求し、従わないと店を破壊した。 非合法のスポーツイベントを開催し、プロレスやボクシングの試合を組んで客を集めた。ボクシングはアイルランド系移民の催し物だったが、世紀の変わり目からイタリア系やユダヤ系が興行を始めていた。1903年5月14日、自らレスラーとしてエキシビションマッチに出場、月頭チャンピオンの異名を持つジョーバーアンスタインと戦い、15分で喧嘩に変わった試合は、 バーンスタインの反則系。警察の旅重なるガサ入れで何度もアジトを変えたが、1903年9月、バワリーのニューブリトンに拠点を据えた。イーストハーレムやニュージャージーにも支部を設けて勢力を拡大した。1903年9月19日、イーストマンズとリビングトンで壮絶なガンファイトとなり、100発以上の発砲があった。ニューブリトンアスレティッククラブでは、 ボクシングマッチが行われ、連日盛況だった。隣に開店したリトルナポリカフェは、ギャングの巣屈になった。チックトリッカー、ルーイザ・ランプ、キット・グリッフホ、ラフハウス・ホーガン、ビフ・エリソンといった、名だたるギャングが出入りし、喧嘩が絶えず、時として、ガンファイトも起こった。用心棒に、ジャック・マクマナスを雇った。1905年4月、アスレティッククラブに、 警察の抜き打ちのガさ入れがあり、他のメンバーと共に逮捕されたが、たまにホールの息のかかった判事がケリーに無罪を言い渡すと、傍聴席にいた数百人のギャングメンバーの間から拍手が巻き起こった。1905年夏、街頭メーカーの組合のスト破りに抜擢され、同時に組合に労働者の統卒役で雇われた。レイバースラッキング分野で、これが初めてのケリーの記録となった。 ファイブポインツギャングのジャックシロッコとは提携していたが仲間割れして抗争した。1905年5月26日、ジャック・マクマナスがファイブポインツに銃撃され殺された。1905年11月23日、ニューブリトンで銃撃を受け負傷した。一緒にいた用心棒のビル・ハリントンが死亡した。元ファイブポインターでアイルランド系ギャング。 ゴファーズの投了となった仕業とされた。銃撃事件後、ロワー,ーイーストサイドのちまちましたギャング構想に嫌気がさし、賭博や売春の縄張りをジャックシロッコやジミーケリー・ディサルビオラ・ファイブ・インターに明け渡してロワー,ーイーストサイドを去った。ハーレムを拠点にして弟の不動産会社の経営者に名を連ね、制業のビジネスマンとなったが、 その陰で労働組合の強制業に進出した。1907年6月、船舶会社ホワイトスターシッピングラインのストライキ組合員との衝突に対応するため、ストヤブリ要員50名を雇った。1910年9月14日、名前をバッカレディに戻した。組合の武踏グループを組織しながら、数々のフロント会社を設立し、合法的な社交クラブも立ち上げた。 警察から執拗にマークされ、微行や嫌がらせを受けたケリーは、1912年5月、記者会見を開いて、自分は、ギャング家業から足を洗い、今は、制業のビジネスマンだと説明し、警察を非難した。1915年までにの副祉部長に就任し、鳩場の200人婦を統率して、ストライキを武器に輸送会社から金を絞り取った。 労働者の給料単価を釣り上げ、会社側が要求に応じないと、ストを実施し、会社に損害を与えた、鳩場を使えず鉄道輸送に切り替えるとコストは、数倍に膨れ上がった。鳩場の労働者からも協賛金の名目で金を、吸い上げ、ストに参加しない労働者には、配下のギャング団が脅迫、嫌がらせを加えた。1 9二十年代は、同組合のスト調停の委員長を務め、 労働葬儀の武闘ギャングを率いて、多くの組合のアドバイザーやコンサルタントになった。1931年夏、ロイル・レイバー・レジオン委員長に就任すると、組合委員、引組合委員の別なく、待遇は平等にすべきだという、時代を先駆けするキャンペーンを始めた。1936年に死ぬまで、労働組合に関わった。1963年、 マフィアの内幕を暴露したジョーゼフ・バラキは、ポール・ケリーは、死ぬギリギリまでマフィアとビジネスをしていたと述べている。長年、ファイブポインツギャングのボスと信じられてきたが、近年の調査で、ポール・ケリーは、自前のギャングのボスであり、ファイブポインツとむしろ争っていたことが判明した。その調査によれば、当時の新聞も、ケリーのギャングとファイブポインツを明確に別のものとして、報じている上、 ケリーの活動の場は、ファイブポインツのセクションとは異なる場所だった。イーストマンズとの構想は、小競り合い程度で、伝説と化した1902年の有名なイーストマンズとファイブポインツの構想は、ケリーのギャングとは無関係だったが、月日を経てミックスされて神話が形成されたという。ケリーがギャング家業を止めた時、ラッキー・ルチアーノや、 アルカポネは10歳にも満たず、彼らが5ポイントの下部組織にいたとても、ケリーとの接触はなかったとする。5ポイントのボスまたは有力メンバーとして、ジャックシロッコ、チックトリッカー、後に、リトルイタリー地盤の政治家になるジオバンにジミー・ケリー、ディサルビオラを挙げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。